えー、はっしーです。<laughs> えー、たった今、あのー、仕事から帰ってきました。えー、昨日丸一日仕事をして、そして朝5時頃仕事を終えて、えー、そして仮眠室で、えー、ちょっと3時間ぐらい寝て、そしてたった今自宅帰ってきて、今コーヒーブレイクをしようかなと思ってね、いるところです。<laughs> で、えっ、ー、とね、 えー、実は、あの、昨日、えー、朝7時ぐらいに、えー、アップした動画、えー、一週間、絶対に不平不満を口にしないゲーム、やりましょうって言ってね、動画を上げた。<laughs> ね。そしたら、今、この瞬間で、 えー、約1300人かな ?1400 人ぐらい、あの、視聴してくださいました。まずは、<laughs> ありがとうございます。<laughs> イエイイエイイェイ。<laughs> ね。で、えー、その中で、昨日、あの、昨日の朝の4時ぐらいまでの時点で、えー、だいたいおおむね100人、うん、100人ちょっとが、 あの見ず知らずのね、YouTube を見て、僕の個人 LINE とかに、箸、1週間チャレンジします、やりますっつってね、LINE くれた人がね、100人超えました、すごい、すごいね、えっと、確率としては8%から9%、視聴者の回数から見て、8%から9%の人が、よし、やるっつって。 わざわざご連絡いただいた。まずこれがすごいイエーイ <laughs> ね。本当にありがとうございます。感謝申し上げます。でね、中には、夫婦でやってるって方がね、えっ、ー、と、8組ぐらいいたよ。うんすご。あ、ここもまたあれだ。8%ぐらいだ。<laughs> 面白い。ね、夫婦で1週間、一切 不平不満ねそれから陰口だとかねとがめる言葉とかねそういったこと一切封印だよ封印ゲームだよゲーム楽しむゲームというのは楽しむんだよこれに参加するってすごい本当に素晴らしいですね、うん、でそういう中にあって丸一日経ちました丸一日経ちました <laughs> うん スタートした時間皆さんそれぞれ若干違うと思いますけれどでもとりあえず僕が1週間ゲームやろうって言って24時間過ぎました <laughs> でここからが面白い <laughs> 傑作もうねすでにすでにだよ1 5 6人の人からもう LINE のコメントが返ってきててもう みんなチ,ーンですチンチーンだっつって<笑>,笑っちゃったなほ、うんうに、ん、チーンの人もいればチンチーンの人もいるしでチン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 って <laughs> 出まくり不平不満出まくりそういう人がいるって面白いよでもねそうやってね せきだらにね、教えてくれるんだ、これ。だからね、LINE が来るたんびに大笑いしてんの。はははは。楽しいよ。これね、あの、ハッシーの特権だよ、特権。一人で笑ってん <laughs> だけど、こういう名詞は言えないけどね。うーははは。面白い。みんなみんなすごいすごい。素晴らしいよ。グーグーグー。ね。たかだか一週間。 高々だよたった1週間だよただ言わないっていうゲームだよ <laughs> 言わないんだよ、うんねえーまあ、正確に言うと妬みそねみうらやみ呪い,呪い怒り不平不満とが、ね、める心を言わない、ね、心配心を言わないせかせかするような言葉も言わない、ね <laughs> ね、そういったこと一切言っちゃいけないよっていうゲーム、ね。たった1週間だけやろうっていうゲーム。<laughs> 面白いね。なのにたった1日でたたった1日で100人以上の方が「よしやりますハッシーやります!」って来たのにもうすでに、えー、15、六6人の人かな。チーンって <laughs> ご報告が来るよ、ね、ご報告が。<laughs> ね ということはだよ、ご報告はしないまでも、多分チーンの人いると思う。<laughs> ね。うん。それから、100人と言ったって、夫婦でやってる人もいれば、あと、あのー、動画は見たけど、ね、返事はしないけど、やろうっていう人も、多分その倍ぐらいいると思うよ。<laughs> だから、一体どれぐらいの人が、チンチン、チンチンチンって言ってんだろう。<laughs> 面白いな、うん、でもねまずねこれをねやるっていうことが大切ねこれは知識じゃないのよとにかく経験ねやってみる意識して不平不満を言わないっていうゲームをやってみる今までは無意識で怒ってんだよ無意識でムカついてんだよ無意識で愛ととめてんだよ、うん、それと本当に意識して。 言っちゃいけないゲームをやってるんだっつって意識をして日々を過ごしてるこれね運動の差なんだよ運動の差これねやればわかるから、うん、自分が体験するから面白いよそれからねえっと一つあの大事な質問が来ましたでちょっと皆さんにお伝えしますえっと口に言わないだけでいいんですかねなぜって心の中ではね もうすごいんですっていう人がいた。もうイラつく、むかつく、怒る、ね。もう言いたくなる。だけど、心でガーッと湧くんだけれども、口では言ってません。それはセーフですかって。あっははは面白いね。で、ご回答です。えっと、まずは、まずは、 言葉にしない不平不満を言葉にしない。これは小学生で言えば低学年。わかります、うん、で心の中に起きる感情すらも起こさなくするのは大学生だからね。運 <laughs> での差のここも運での差。ここはここでまた心の中でチェックをするっていうのは これは、これは厳しいよ。<laughs> そんじゃそこらの覚悟じゃ務まらないよ。<laughs> うん、ね。まあ、一応答えとしてはそういうことです。で、えっ、ー、とね、皆さんね、あの、言っときます。本当に一週間、ね、もう、不平不満、天気予報も言っちゃダメなんだよ。ああ、今日、 雨降ってる。やだな。これ、あチーンだからね。チーン。はっ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 は。うん。わかったうん。うん。ね。あやべもう、電車乗り遅れそう。あなんだよ、もう。枚に向かっちゃってさ。あと3分ぐらい早く起こしてくれ。チーンだよ、これ。はっっっね。だけど、あの、これをね、1週間続けて、 本当に1週間意識してねこの不平不満言わなかったということを本当に体験した時その時皆さん奇跡が起きるからね本当だよ奇跡が起きるんだよ <laughs> だけど10人いれば十色だからね現象として何が起きるかは全員違う だけど必ず奇跡が起きるそしてすごい気づきを得るよえっていうハッシーこういうことだったのこれを伝えたかったのおーっていうようなことが分かってくるよ、うん、僕が教えるからじゃないんだよ自分の内側からそれがああそうだったのかこういうことだったのか何だこれだったのかみたいなことが 見えてくるんだよそれぐらいすごいことをやってる、うん。だからみんなね、本当に素晴らしいの。ね。尊いの。うん。皆さん、すっごいことチャレンジしてんの。グーグー、グーだよ。もう僕はね、感動してます。本当に感動してる。うん。なので、まあ、今日2日目。ね。チーンってなった人は、またそのチーンの瞬間から1週間。 ね。とにかく、チャレンジして。でね、コツはね、楽しくやるんだよ。ね、面白がってやるんだよ。バカボンのパパみたいにね、なってやるんだよ。これでいいのだ僕は、おにぎりだけがあ,あればあ、幸せなんだなっつって、こんな感じでいいんだよ。<laughs> うん、まあ、とにかく、楽しんでください。ね。この、一週間。 不平不満を一切言わない。ね。ゲーム。だけど、されど、崇高なるゲーム。イエーイハッシーでしたイエイイェイイエーイ,イ,エーイ